松下村塾、松下村塾の講義室、松下村塾は、江戸時代末期に、長州萩城下の松本村に存在した私塾である。吉田松陰が、道塾で指導した、短い時期の塾生の中から、幕末より、明治期の日本を主導した人材を多く輩出した、ことで知られる。1842年に、松陰の叔父玉木文之進が八条一軒の私塾を開き、 松下孫塾と名付け、少年だった松影も入門した。文羅神の指導は、非常に厳格なもので、松影が授業中、顔に止まった顔払って殴られた話が伝わる。ついで松影の祖父、久保五郎左衛門がその名を継承し、熟生の教育に当たった。松下孫塾は、武士や町民など身分の隔てなく、熟生を受け入れた。明輪館は、 私分と認められたものしか入学できず、超、農民はもちろん、軽拝と呼ばれた足軽、中間なども入学できなかったのと対照的であった。1857年により、半孔明林館の塾頭を務めていた、吉田松陰が、同塾を引き継いだ。名簿は現存しないが、塾生は、約50名ほどいた。著名な文下生には、 全国の倒幕の志士の総元締めの役割を果たした、草加玄瑞、吉田利馬郎、入江九十一、寺島中三郎等、また反論を倒幕にまとめば苦苦軍を打ち破った、高杉晋作がいた。高杉晋作、草加玄瑞は、四季の高杉、蔡の草加と称され、松下孫塾の総壁記と呼ばれた。また、この二人に、吉田利馬郎を入れて松院門下の三州といい、 さらに入江九十一を合わせて、松下尊塾の四天皇と称された。幕末を生き延びた、伊藤博文、山形有友、品川八次郎、山田明義、野村康史、松本かなえ、岡部富太郎、正木大蔵らは、明治新政府で活躍した。その他の出身者には、前原一世や飯田俊則、渡辺よもぎ蔵、松浦松堂、真志野徳民、 有吉熊次郎、時、山大八、小前正五郎、中村忠男、玉木彦介、飯田聖白、杉山松介、久保聖太郎、生田良佐、坂井次郎、獅子虎がいる。桂小五郎は、熟成ではないものの、明輪館時代の松陰に、兵学の教えを受けている。井上香織は、松下孫塾の熟成と間違えられることが多いが、高杉、草からと、 関わりは深いものの松影の教えを直接受けたことはない。また野木マレス家は玉木家の親戚にあたり、熟成ではないが一時玉木家に住み込んで文野の心から指導を受けた。講師には松影の他に富永雄林がいる。1858年、松影が野山国に再投獄され、また幕末道乱期に至って熟成の多くが地元を離れたため中絶した。 慶応二年に一旦再会し、真島はじめせん、かわいそうだ塔が教授にあたる。明治四年より、再度、玉城文野心が塾頭となり、塾の場所を自宅に移した。以後の塾者として使われた玉城文野心の旧宅もまた、萩市内に保存されている。萩の乱に、前原一世など、元塾生の多数が参加し、反乱の罪に問われたため、 乱の鎮定後の1876年に責任を感じた玉木が切腹し、再度途絶。1880年頃に、松影の兄の杉富士が塾を再開した。1892年頃、杉が老年に至って平塾した。萩市の松影神社の境内には、幕末当時の塾舎が現存する。建物は木造家、藁葺き平家建ての商社で、当初からあった八条と、 十条藩の部分からなっている。十条藩は熟成が増えて手狭になったため、後から熟成の中谷正助が設計し、松影と熟成の共同作業で増築したものである。1889年、坂井二郎が王子の熟者の保存を提案、品川八二郎、山田明吉らが賛同して寄付金を募り、熟者を屋根の漆喰塗りや壁の塗り直し等の若干の補修を、 行った上で保存することとした。1922年10月12日、国の史跡に指定されたが、当時の山口県の調査資料では、幕末の建物がそのまま保たれていたことが、記載されている。管理団体は、松陰神社である。2009年1月5日に、九州、山口の近代化産業遺産群の一つとして、 世界遺産暫定リストに追加掲載され、2015年に明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業として正式登録された。2020年10月27日に山口県土地家屋調査司会により法務局へ建物表題登記がされた。下記のところに松下村塾の片木地区がある。ありがとうございます。